夢の街ノーチラスへ。俺がノーチラス。さすがグレタ、大変だね。軍隊の警戒はなしか。この町じゃルシなんて遠い世界の出来事なのかね。ん？はあ、召喚獣ダンスパレードだとよ。じきに始まるな。せっかくだ、見物しようぜ。うん。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースをお伝えします。パルムフォルムを襲撃したルシは市民を無差別に攻撃した後、今なお逃亡を続けています。政府軍はルシを追跡していますが、ルシが市民を人質に取ったため人命を尊重し攻撃を控えています。どうした？友達が。あいつら見つかっちまったか。人質なんかルシと一緒に吹っ飛ばしちまえばいいんだ。ルシに近づいたんだから、どうせパージだよね。もうすぐパレードの時間だ、行こうぜ。目いっぱい楽しもうぜな。もうすぐお別れだって分かってたから笑って過ごしたかったんだ。それはかつて国運で起きたパルスとの戦争の物語でした。パルスの襲撃ってか。ラグナロク、聖なる
私たちさえいなくなれば国運は平和になるの。どこへ行きましょうか、お嬢さん。サッツに任せるよ。うん、私笑ってばっかりだ。よし、ノーチラスパークでデートだ。サンタ様、遊んでていいのかな。使命のことなんか忘れちまおうぜ。そうすりゃこれも消えるかもだ。うん、じゃあ出発な。乗っていこう。悟空が平和に人形を買うために来たんだ。どっちです限定らしいよ。すごい行列だな。アリフリートってかっこいいよな。お、新商品か。広すぎて迷子になっちゃいそう。境内はいつ見ても素晴らしいよ。が作ったでっけえ遊園地だ。ルシも観光するって教えてやろうぜ。思い出の場所とか。ドッジに約束したんだ、いつか連れてってやるってな。土産話だけでも聞かせてやりて。会えるよきっと。そうだな、どこにいるかは分かってるんだ。一緒に行っていい。ああ、いいですと。お前はどうだ、誰かに会いたいとかないのか。会いたいのは…なんて寂しいやつだな。冗談だよ、しゃあねえな。寂しくなんかないよ。全部打ち明けようって思ったんだ。この夢のような時が終わったら。いけない、お土産買い忘れちゃった。ローチリフトって、you
ぱりいつ来ても次は魔王城にも行く。夢の町ノーチラスへようこそ。当てちゃった？ドッジはチョコボが大好きでな、ここのチョコボを見たがってた。行ってみようよ。ああ、このぬいぐるみよくできてるな。あの子、さっきのパレードで見たよ。優しい目だね。まつげくるくる。よしよし、いい子いい。心ゆくまでお楽しみください。様がチョコボにいたずらすることのないように目を離さない。どなた様も心ゆくまでお楽しみください。あの子探さないと。
だ。から逃げたのか。見てごらんなさいよ。見てごらんなさいよ。なんだなんだ。飼育場から逃げたのか。やっぱり仲間といるのが幸せか。楽しいことは倍になって、悲しいことは半分になる。一人じゃおじけづいちまうことも、仲間がいりゃできちまうってか。おお、ああでも一番はお父さん当たりねえよ。ありがとな、バニラ。これでドッジに会ったらチョコボの話をしてやれる。ドッジは今軍に保護されてるんだ。サイコムだっけ。ああ、国運のルシだからな。使命が分からなくて検索だ。俺は軍に投降する。当然ルシは処刑だろうな。まあ軍の奴らも鬼じゃねえだろう。最後の頼みぐらい聞いてくれるさ。処刑の前に一目でいいからドッジに会ってチョコボの話をしてやれたら思い残すことはね。でも待ってよ。心配すんな、巻き込みはしねえさ。お前を逃がして俺だけ自首する。そういうことじゃなくてすまんなバニラ。おっさん疲れちまったんだ。だけどじゃあ復讐は。君がルシになったのはパルスのせいで、仕返しするまで死んじゃダメだよ。私知ってる。エフリーデの事故、犯人のルシを知ってるの。本当か。あの事故を起こしたのは Yo!
隠れてやがったんだ。逃げるぞバニラ。
to get punched. Keep it. Thank you.
Split! Yeah!
かかるぜ。Thank you.
ルシを捕まえる。それがドッジ君の使命だったようですね。国運を守るルシとして立派に使命を果たした息子さんも誇りに思うべきですわ。
カッツローさん息子さんの能力、パルスの存在を感じる力を借りてあなた方を監視しておりました。感謝の言葉もありません。おかげさまでルシに関する貴重なデータも得られました。お礼と言ってはなんですが。エネルギープラントの監視映像を解析したもの。何か思い出したか。あの事故を起こしたパルスのルシです。国運のパルシに接触すりゃ分かりにくい映像ですが、見分けがつくのではなくて。やっぱりダメだよ。ずっと一緒にいたんですが。ねえ、もうやめよ。使命なんてどうでもいいよ。よかねえよ。お前が化け物だろうが。私は諦めんな。大事なことははっきりしてる。いいか、うちらは国運の敵だ。だったらもっと敵らしく暴れてやれ。まともなルシに戻りっこも。え？ぶっ壊すんだよ、ファルシオな。何してるの？そう、そこの彼女がエウリーデ峡谷を襲ったために居合わせたドッジ君がルシに選ばれた。皮肉ですわね。あなたが守ろうとしていたのは息子さんの仇なんです。いや待て、我々に処分される前にご自分の手でケリをつけて。ナバート巡査、なぜ追跡してデータの収集を。ルシ同士の殺し合い。で逃げたりしたんだろう。結末は同じだと分かっていたのに。お前は最低のクズだ嘘ばっかつきやがって。人を振り回してよ、何人巻き込んだと思ってる。私は臆病な死神だ。生きてるだけで迷惑なんだよ。もう生きるな。楽になりたいんだろう。殺されて償え。
私の名はオルバダイア・バニラ。グランパルスから来たルシ、コクーンに生きる人たちの敵。撃ってよ、ガタキオ。ふざけんな。死んで終わりにしようってか。死にゃ許されるとでも思ってんのか。それならどうすれば。生きても死んでもダメなら私はどうすれば。人に聞くんじゃねえ。てめえで考えろ。わからないんだよ。俺もだ。もう終わったんだ。どうしようもねえんだ。今さらお前を撃っても生きててもな。
まう。どりゃ、ガキの仇でもよ。ガキは撃てねえや。サッツの優しさは忘れないよ。丁重に取り扱って。コクーンを沈める、大事な道具よ。私たちは世界の敵だった。処刑されれば国運に平和な日々が戻るってみんなが望んでたんだ。
メキアです。ノーチラスで逮捕されたパルスとルシは現在この間に身柄を拘束されています。政府代表は凶悪なルシに正義の裁きを下す。クライマックスがルシの公開処刑だ。ファルスを憎む人々は喝采し、ファルシによる支配は盤石となる。ファルシの思惑通りか。だが我々のチャンスでもある。ルシを護送する機関パラメキアの人葬式には第3政府代表自らが当たっており、パルスのルシ問題解決への強い意欲を示しています。餌だな、露骨に誘ってやがる。何を。仲間はここだ、助けに来い。俺らを待ち構えてるってわけか。面白い。乗るぞ。オッケー、乗せてってやるよ。準備ができたら出発だ。済んだら俺んとこ来な。ニラとサッツを助けるのが最優先に突っ込むばっかじゃなくて慎重に行こう。まあ、俺が。父さん、無事だ。騎兵隊の別動隊が本当は会って話したい。よう、さっやっとバニラが。こいつでサイコムの所属になります。お前らをパラメキアに配達だ。俺たちは荷物かよ。腐りきった政府へ送るプレゼントさ。サイコムなんか蹴散らしちまいな。他人事だな。相手が何人いると思っている。何百だろうと何千だろうと関係ねえよ。バニラが待ってんだ。大丈夫ですよ、バニラさん。僕より全然たくましいから。怖くないのか。怖いです。でも一人じゃないから。ライトさんもスノーもいるし、ファングさんも同じファルシに呪われてひどい目に遭ってる仲間です。さあ青春ごっこはおしまいだ。乗った乗った。なんで俺だけ呼び捨てなんだよ。第3閣下ご自身がおいでになるとは思いませんでした。アルスの脅威は国運全体の最重要課題だ。
指導者が戦いの先頭に立つのは当然だろう。敬服いたします。武士の処刑を楽しめる最上の席でもあるな。いつまでかかるんだ。今識別コードを確認している。さっさと着艦させないとあんたのケツに墜落するぞ。助け出す。行くぞ。駆け抜けるぞ。殲滅する。
また会おう。相手してる暇は。突破口は。あそこで決まりだな。頼むぞ。Thank you.
体勢を変える。すまない。次も頼るぜ。変化して仕掛ける。どうしましょうね。行きましょう。